何が釣れるかな。
これは見事だな。おはようございます。おはよう。お、今その鳥が喋ったのか。オウムの一種のようですが。Thank you.
攻撃出せ、オウラバラッタ。お前さんだと会えてよかったぜ。なんせこの精錬島に一人ぼっちかと思ってたからな。あの、少し静かにしていただけませんか。漁師は皆。どうやら上空から聞こえてきたようですが。こいつは船長殿が言葉を教えていた大物じゃなかったか。ええ、そういえばあなた。おお、ちゃんと喋るじゃねえか。リトルパロ、それがあなたの名前なのですね。リトルパロ、伝令役。伝令役？伝令役、いろいろ伝える。ひょっとして伝令役のことではないでしょうか。俺様伝える、餌もらう。一緒やろうや。もうよ。
ありがとう、みんな。これは絶景だな。今日は分かりました。私は町で仕立て屋を営んでいました。
私にお手伝いできることでしたら何なりと言ってください。Thank you.
美味しそうな。最高の景色だぜ。
ついてるな。おや、何かあるぞ。こんなことをさまよっているとついつい故郷が恋しくなっちまうな。そうですね。今頃屋敷はどうなっているでしょう。何かありますね。アドル、そろそろ休憩させてくれ。島には街の明かりもありませんし、日が落ちたら真っ暗かと思ったのですが、月と星の明かりがこんなにも明るいなんて。
わしら漁師にとっちゃ海で方角を知るための貴重な道しるべよ。日が落ちて周りが見えないからこそ見えてくるもんもある。サハド、あなたはなぜ漁師になったのですか？お、なんだなんだ急に。そうだな、要するに他に選択の余地がなかったからだ。え、わしの育ったクレテ島は海以外に何にもない島でな、子供だろうと腹が減ったなら自力で魚を取ってくるのが当たり前。とにかく生きるということは魚を取ることだったのよ。私には想像もつきません。そのように過酷な毎日で辛くはなかったのですか？過酷か、なるほど。確かに辛いことも多いし、散々理不尽な目にあった気もするな。海は母ちゃんのように優しい時もあるが、時にはこれ以上ないほど暴力的だ。ああ、実感こもってるじゃねえか。さてはお前さんも海を知っているな。だがな、アドル、わしはそんな海を尊敬している。海は豊かで、そしてとても偉大だ。うまい飯も生き方も、海はわしに全てを与えてくれた。生き方もですか？おうよ、大きな海と向き合うにはまず小さな自分を認めなきゃならん。海を前にしてちっぽけなわしが虚勢を張っても何の意味もないからな。ちょっとしたうぬぼれがあっという間に命の危険につながることもある。人間なんて本当ちっぽけなもんよ。あ、それに気づいた時わしは思った。ちっちゃな自分を認めてごまかすことなく生きる覚悟がいる。そうして初めて自分なりに物事に立ち向かえる気がするのよ。だからわしは物事をごまかすことが好きじゃない。今までもこれからもありのままの自分を貫きたいのよ。まさか。大自然の中でっていうのがまた気持ちいいね。ありのままの自分。さーて、出すもん出してすっきりしたら眠くなってきたな。二人ともそろそろ寝るとしようぜ。ちょっとお待ちなさい。お？サハド、あなたの寝る場所は入り口側です。真ん中がアドル・クリスティ、私は一番奥で寝ます。いや、風向きを考えると私が入り口側の方が。父、一体どこへ。